ケース1について説明します。この画面はピコで測定した結果の一例です。様々なパラメーターやその数値が表示されています。右側の表は心拍出量とそれを規定する因子を示しています。一番上には心拍出量が、その下に規定因子が続きます。全負荷は GEDI といったパラメーターで表示され、高負荷は SVRI で表示されます。 新収縮力を表すパラメーターは、ここでは CFI と CPI です。また、ここには肺の水分量に関するパラメーターである ELWI と PVPI も表示しています。軽肺熱希釈の結果により全負荷を改善するため、湯液負荷や体液の体外への排出といった治療が選択されます。血管抵抗を変えるためには、血管作動薬を使うといった選択があります。 新収縮力を改善させるためには共振薬を使うといった選択肢がありますこの症例ではまず第一に CA が一点九となっています正常範囲は三から五リッターパーミニッツパー平方メートルのためこれは非常に低い値ですこれは心拍質量が減少しているということなのでその理由を確認する必要があります全負荷から見ていきましょう 全負荷を示すパラメーターは GEDI のことで、これもかなり低い値を示しています。この2つのパラメータを見ると、心拍出量と循環血液量が減少していることがわかるため、輸液の需要があることが結論付けられます。しかし、もう少し他のパラメータも見てみましょう。患者さんが調節呼吸管理下にある場合は、輸液反応性を示す SVV というパラメーターも参考にすることができます。 SVV も非常に高く、吸気と呼気で心拍出量に大きな変動があることを意味しています。このことにより、この患者さんは輸液負荷により心拍出量が上昇する可能性が高いことがわかります。高負荷について見てみましょう。SVRI はかなり高いですが、これは循環血液量減少に伴う体の自動調節反応である可能性も考えられます。 新収縮力を表すパラメーターである C. F. I. C. P. I. はともに正常範囲内なので。新機能に問題はなさそうです。最後に肺に関するパラメーターを見てみましょう。E. L. W. I. も正常範囲内です。この所見から。低心白出量、全負荷の減少。 高い輸液反応性という状態であることが見受けられますこの患者さんは循環血液量減少という結論になり治療方法は明確になります輸液負荷といった治療が選択されます血管抵抗を下げるために血管拡張剤を適用することも考えられますが輸液療法でおそらく血管抵抗の上昇は体内の自動調節機能である程度正常化することが考えられます 最後に頸肺熱希釈測定を必要に応じて繰り返し実施することで心臓拡張末期容量を把握し患者さんの循環動態に変化があるかどうかを確認することが重要です。